はいどうも、アルティメット工房のさみとのーちゃんです。今日はこちら、セブンイレブンとキング&プリンスのコラボしたクリスマスケーキですね。2019年のクリスマスケーキのカタログです。めっちゃかっこいい。いやもうね、すごいかっこいいよ本当に。セブンイレブン×キング&プリンスって書いてある。じゃ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 ん。2019年の9月の19日より、パンフレットが店頭に置かれるってことだったんですけど、これね、ツイッターでちょっと前に情報が出てしまってたものになるんですよね。知ってるのんちゃん？知ってる。ね、情報がなんか出回っちゃったみたいなやつなんですけど、まあ実際その関係者しか知らない内容が画像付きでね、ツイートされてしまったというので、まあ私も YouTube でこうやって配信はしてるんだけど、ちゃんと確実な情報があってから配信をしていきますので、これからもね、だいたいその最新情報が出てから次の日くらいに動画のアップをしてますので、こちらの YouTube チャンネルを見ていただけると嬉しいです。はい、こちらね、表紙はキング&プリンスなんですけど、これね、めくっていただくとこんな感じです。メンバー5人の顔写真が載ってるんですけど、その横にね、特典だったりとか、あとは対象商品を買うと当たりますよっていう商品が載ってたりするページになっております。メンバーの写真はこんな感じですね。いいね、かっこいいよ、見て、かっこいい。私が思うのは、前髪を上げてるとちょっと大人っぽく見えるなっていう印象があってですね、これはジャニーズとかに関わらずみんなそうなんだけど、女の子の髪型とかもこう上げてたら結構大人っぽく見えるし、私みたいに今日はあの前髪を作ってるんですけど、この前髪を作るとちょっと幼く見えるっていう感じで、これを見てもらうと、永瀬くんと高橋くんはちゃんと前髪を作ってるっていう感じなんですけど、他のね3人はね、おでこが見えるような形になってるので、ちょっと大人っぽいですね。ね、平野くんとか岸くんとか特にね。岸くんはこの髪型とか似合うけどね。眉毛がいいですね。なんかそれなんかで言ってたよね。一番最初のグッズ紹介でもなんか岸くんの眉毛がいいみたいな。そう、眉毛めっちゃいい。こと言ってたよね。そのね、眉毛がいいっていうね、やつありますよ。ちゃんと私お部屋に保管はしてるのでね、いつでもこう出せますけれども、はい。こちらですね。のんちゃんが眉毛がいいと言っていた岸くんの、それめっちゃいい、本当にいい、はい、お写真。だんだんグッズもね、溜まってきましたので、まとめてね、紹介できる日が来るんじゃないかなと思います。ちなみにこれなんかは職場の後輩がカウントダウンのコンサートに行って買ってきてくれたやつなんですけど、はい、これはね、残念ながら5人しか写ってないんですが、来年は6人で写れたらいいなって思ってます。はい、じゃあそのまま続きいきますね。プレゼント1って書いてあります。キング&プリンスプロデュースのケーキを購入すると、もれなくオリジナルフォーク2本セットがその場でもらえる、数量限定、なくなり次第終了という形にはなってるんですけど、すごい可愛いね、超可愛い。しかも2本セットってもうめっちゃいいじゃん。対象商品、こちらがあのいろいろケーキこのカタログに載ってるんですけど、このね、対象商品は2点しかないんですよ。まず1点目、いちごの鎌倉ショートケーキ、あとはもう1個イタリア栗の濃厚モンブラン、こちら両方とも5号相当ということで、そのね、次のページに行くとケーキの紹介が載ってるんですけど、5号は4から6名分なのでちょっと大きめですね。こちらね、いちごの鎌倉ショートケーキの方は税込み2678円。これがホイップクリームで、いちごソースにいちごスポンジ、カスタードババロア、すごー、いちご好きにはたまらないよ。私これにするもん。ろうそく3本ついてて、さらにキンプリのあのフォークが2本ついてくるという、いいね、いいね。人気ナンバーワンの定番ケーキがさらに華やかになりました。キング&プリンスプロデュースセブンイレブンオリジナルフォーク2本セットプレゼント対象商品です。そしてもう1個、栗好きにはたまらない風味豊かなイタリア栗を使用したモンブラン。こっちめっちゃ美味しそうだからね。ホイップクリームに、ホイップクリームにまたさらにマロンホイップクリームがついて、マロンペースト、マロンムース、スポンジ。本当に栗好きにはたまらない。こんな感じですね。
値段がちょっと違ってくるんですけど、いちごの鎌倉ショートケーキは2678円で、イタリア栗の濃厚モンブランはちょっとお高めの3218円なんですよね。まあこの2点がキング&プリンスのトークがもらえるこの対象商品になってます。そしてプレゼント2、対象商品をアプリで購入すると抽選でもらえる。対象商品をセブンイレブンアプリで購入すると抽選で6000名様にオリジナルグッズまたはクオカードをプレゼント。セブンイレブンオリジナルキング&プリンスのスノードームっていうのがもらえるんですよ。すごい可愛い。可愛いんだけど本人の写真じゃないならね。こちらが5000名様で、クオカードは1000名様ということで、アプリで買った方がもしかしたら当たるかもしれないというのがありますので、お得ですね。注文もこの一番後ろのところにこうやってご予約の申し込み書がついてるので、こちらに何をいくつ買うのかっていうのを記入してお店に提出すると買える。ケーキのサイズ表っていうのが載ってます。2つのケーキ5号だったんで、この大きさですね。これでちょっと見てみるのもいいと思います。あとはこの裏側、キング&プリンス特別グッズの応募方法が詳しく載ってるんですけど、これをちょっと説明していこうかな。対象商品をセブンイレブンアプリを提示して購入された方の中から抽選で6000名様にオリジナルグッズまたはクオカードをプレゼント。まあ、これはさっき言ったようにセブンイレブンのオリジナルスノードームが5000名様で、クオカードが1000名様にプレゼントされるものなんですけれども、ステップ1、予約期間内に店頭またはネットで対象商品を予約。こちらの予約の期間なんですけど、9月の23日月曜祝日から12月の19日の木曜日までこちらになっております。ステップ2、ご精算時にアプリの会員コードを提示。アプリの会員コードはお支払いの前に提示してください。精算終了後後から会員コードを登録することはできません。アプリに登録した7個カードで精算しても対象です。そしてステップ3、アプリにお知らせが届いたらコースを選んで応募。このコースっていうのはスノードームなのかクオカードに応募するのかっていうことだと思います。お知らせは購入後24時間以内に届きます。こちらの有効期間決められてるんですけど、12月の20日の金曜日から12月の30日の月曜日まで、対象商品を1つ購入ごとに1回応募できます。だけどこれケーキ1個3000円ぐらいするからさ、だいたいみんな1個か多くても2個とかじゃないかなとは思うんだけどね。家族のためにクリスマス、モンブランといちご用買う人いるかも。私も2個買いたいんだけど、ちょっとね食べれないので、そんなに大きいのなので、まあ私はモンブランを買おうかなと思っております。そしてステップ4、当選された方にのみ後日お知らせが届きます。アプリの方にね届くみたいです。これね、お知らせがね、キング&プリンス特別グッズの景品、キング&プリンススノードーム5000名様に当選しました、いついつまでに発送先を登録してくださいっていうような感じで当たったら届くみたいなんでね。こちらの抽選結果告知日は来年の2020年の1月の1日水曜祝日、発送予定日は2020年の2月中旬以降というふうに書いてあるので、日にちの、ね、詳細はまだ出てないんですけれども、こういう流れになっております。でもどうせだったらさ、ちょっとかけてみたくない？当たったらここで皆さんの前で紹介できるんですよ。あ、確かに、あ、当たったんだみたいな感じになるよね。だってね、確かに、うん、のんちゃんも買うでしょ。だってそしたらうちら2人で応募していくことになるから。あー、確かに。じゃあアプリで買う。普通に買わなきゃいけないし、アプリでも買わなきゃいけないのかって思ってた。まあ普通にも買えるし、アプリでこの買うとこれが当たる可能性がありますよっていう、そのアプリに登録はしないといけないから、それだけはちょっとめんどくさいよねっていうデメリットがあるだけだと思うよ。もしねセブンイレブンに寄った際にこちらのカタログがあれば、ちょっと見てみてください。他のケーキもめちゃくちゃ美味しそうなのが多くて、まあ、この2つはキング&プリンスのコラボ商品の対象商品になるんですけど、その他にもね、見て、もうこの抹茶のとかすごい美味しそう。おしゃれ。ほら、フルーツタルトとかすごい美味しそう ね。美味しそうでしょ。かわいい。わ、かわいい。
これぞクリスマスケーキって感じのケーキだね。見てかわいい。すごいね、こうやっていろんな味が楽しめるケーキもあったりとかするので、カタログ見てるだけでもね結構楽しめますね。カタログ見てるだけで食べれる。あ、おいしい。ここはアイスケーキのページですね。アイスケーキ、アイスケーキ、おいしそう。ピザも乗ってんの。大人数用なんだけど、かわいい。ハートのピザがあったりとかもするよ、ね、これは絶対買わないとって感じですよね。だってもうこのフォークがすごいいいもん。デザイン最高だもん。普通フォークだけ買ってもさ、絶対制限はこれじゃん、このデザインだったら。というわけでね、めちゃめちゃお得な商品になっておりますので、今年のクリスマスケーキはセブンイレブンのクリスマスケーキで決まりですね。決まりですね。はい、というわけで今日はのんちゃんと一緒にキング&プリンスとセブンイレブンのコラボのケーキを紹介いたしました。物自体はまだないんだけどね、実際に注文をしてから届いて食べるところをまたね撮りたいと思います。多分12月の動画になるかと思いますが、よろしくお願いします。以上、アルティメット工房のサミとのんちゃんでした。